で、こうで自然に開くんですよね、うん、今も頭この向きでまだ全然開いてないんで、うん、もうちょっと反らせていただきます、すごい、ちょっと開けます、うん、そしたら人差し指でこう下の方向で、うんうん、はいはい、ごめん、お口開いて、そしたらこの下の喉の下の奥にこう落とし込みます、はい、こんな感じです、あ、いいです、でそしたらそのままでいいんで、あと水をちょろっとちょっとずつですね、よしよしです、はい、僕今こんな感じで一滴ずつ出しますね、親指で押してもらうといいですね、よく注射器こうやって持ちたがるんで皆さん、はい、こうじゃなくて親指でこうやって持ってもらうと一滴ずつですね、はい、押す感じで持ってもらうとびっくりしないです、はい、